これでレギュラーサイズらしいな。なんで乗ったんだろう。100円の焼酎を売って絶対残れよ。あなたのハートにペネトーレイト。どうもリベロです。今日もリベロチャンネルご覧いただきまして誠にありがとうございます。今回の動画、2024年8月24日土曜日、明治安田 J2 リーグ第28節、鹿児島ユナイテッド FC 対清水エスパルスの試合の動画になります。オープニングで見ていただいた通りなんですけども、8月22日の夜、成田空港泊を初めてしてしまいまして、一夜明けて今8月23日金曜日の朝でございます。無事鹿児島空港にたどり着きました。リベロでございます。鹿児島さんね、今19位ということで J3 への降格圏に沈んでしまっているんですけども、得てしてエスパルスはそういう相手に勝ち点を譲ってしまうことが多々ありがちなので、気を緩むことなく我々サポーターもね、全力で応援してまいりたいと思います。ただね、せっかく前日入りしたということで一日観光を楽しみたいと思うんですけども、ここからね、鹿児島市の中心地に直接向かってもいいと思うんですけども、ちょっと寄りたいところがありまして、そこに行くにはバスが早い時間でも11時台になってしまいまして、今まだ9時台なので、ちょっとね、空港でご飯を食べたりとか、あとなんか足湯もあったんで、そういったものに入って時間を潰したいと思います。ではね、天気も、このように晴れてくれたんで、初の鹿児島なんで、私エスパルス応援するようになって九州もいくつかね、熊本やら長崎やら大分やら行ってみたんですけども、鹿児島は初なんで、清水サポ鹿児島遠征楽しみたいと思います。それでは本日もよろしくお願いいたします。リベロチャンネル。山形屋食堂さん、鹿児島だけど山形屋。盛りだけど大盛りみたいなお皿でしたね。びっくりしました。美味しかったです。ごちそうさまでした。いや、ごちそうさまでした。山形屋食堂さん、ちょっとね、出てきた時は大盛り頼んでないよねみたいになったんですけど、ちょっと普通盛りで頼んだはずなのに、あんなでかいのが出てきてめちゃくちゃびっくりしました。あのボリュームで、しかも味もめちゃくちゃうまかった。サンバイズいいですね。サンバイズおすすめです。ちょっとこれからバスで日向山というところに行ってみようと思います。日の当たる山と書いて日向山と読むみたいなんですけども、そこに行ってまいります。本日リベロが一人で貸し切る温泉になります。じゃじゃじゃー、すげー。誰得なんだっていう、過去見た中で一番レトロな出航。酒しか飲んでねえや。うどん
さあフェリーを降りて鹿児島の本島の方にやってまいりました。どうしよっかな、マジで何も考えてないんだよな。でフェリー乗り場の近くに鹿児島水族館っていうのがあるんで、それに行こうかなと思ったんですけども、18時までしかやってなくて、あと1時間もないので、それはやめとこうかなって。逆に明日行こうかな、それは。試合前にリベロの一人水族館いいんですよ、誰か一緒に行ってくれても。あとあれだ、天文館の無邪気さんに行きたいんだ。ただね、人気のお店だと思うんで、どうなんだろう、空いてるんだったら今行っちゃってもいいんだけど、明日にしようかなと思ってたんだよな。とりあえずちょっと天文館の方に向かってみます。多分歩いて行けると思うんですよね。人があまり歩いておりません。エスパルスサポーターともなればなおさらいません。目に見えてわかるエスパルスサポーターはまだいらっしゃいません。会いたいな、街中でパッタリ会いたいな。街中でパッタリ会いたいな。今あの後ろを通り過ぎてたあの自転車に乗った少年だと思うんですけども、俺俺俺俺って多分ね僕の格好を見て言ったと思うんですけども、ありがとう、浸透してるな、エスパルス。待って、ちょっと待って、え、マジでマジで、本当に。ちょっと今映せないですけど、あの、のむちゃんすごい、こんなところで。じゃあどういうことよ。どういうことですかめっちゃびっくりした。今日来たん、今、はい、あの空港からリムジンバスで。なるほど、良かったですね、来れて。いやいやいや、ありがとうございます、本当におかげさまで、ドクターから無事 OK よ。おじゃあすいません、今から宿に行かれる。おー、はい、いやいやいや、ごゆっくり。ありがとうございます、じゃあまた明日かな、明日すごい、めちゃびっくりした。なんか見覚えある人がいるなと思ったんですけども、でさっきなかなかエスパルスサポーターに会えないなんて言ってたら、初めに会ったのがノブちゃんという。こんな奇跡ありますか、マジで。打ち合わせとかしてないですからね。今天文館通りを歩いてるんですけども、あったー、あれだ、白熊。いやー嬉しい、これが水曜どうでしょうの聖地、白熊さんです。白熊さんというか無邪気さんだ。え、これマジの剥製。そんなに並んでないですね、そんなに並んでないので、行っちゃうか、どうしようか、行っちゃうか、時間あるから、よし行こう。すごい、これレギュラーサイズらしいです。サクって感じじゃない、ふわって感じ。練乳かかっててめっちゃうめえ。どうすっかな、快活さんに行く前に風呂に入っちゃおうかな。お風呂を済ませてきまして、でもう間もなく快活クラブさんの予約の時間になりますので、一旦ね、あの部屋を取って、そこから夜の街に繰り出そうかと思います。すごい、今入ろうとしたら他のエスパルスサポーターさんも階段を登っていかれましたいっぱいいるかもしれないですね、もしかしたら。さあ、お世話になります。いや、酔っ払っちゃった。ちょっとね、今日撮影した分の編集をちょっとやってからできるかな、この酔い具合で、ね、できるだけちょっと編集を進めてから眠りにつきたいと思います。いや、近いっていいな。それではおやすみなさい。
クラブさんお世話になりました。多分ねまた各地で遠征先でお世話になると思うんですけども、よろしくお願いいたします。これからですね、鹿児島中央駅に行ってコインロッカーに荷物を預けようと思います。でそのためにですね、ちょっと市電と市バスの1日乗車券というのを買いました。600円で買えたんですけども、4回ぐらい使ったら元が取れると思うので、なのでまずは鹿児島中央駅に向かいます。というわけで鹿児島市電に乗って鹿児島中央駅に参りました。なん観覧車がある。駅に観覧車があるなんてことある？初めて見たよ。すげえ。これは俺一人で乗れってこと？ドリプラの観覧車に続いて、とりあえずコインロッカーに荷物を預けることにします。駅に観覧車があるって言ったんですけど、正確にはこちらが鹿児島中央駅で併設されている商業施設に観覧車があるって感じですかね。いやまあどっちにしてもそんなの他にないよな。すげえよ鹿児島。無事コインロッカーに荷物を預けることができました。観覧車なんですけども、市電の1日乗車パスにクーポンがついてて、その中にワンチャンこれの割引がないかなと思って見たらありました。これはもう運命と思って今から乗っていきたいと思います。成人男性は一人で乗っちゃいけないとかいう決まりがなければ乗りたいと思います。さあやってまいりました、リベロの一人観覧車のコーナーでございます。まさか鹿児島まで来てやるとは思わなかったけど、たまに一人観覧車釣っといてどうせ誰か一緒に乗ってるんだろうみたいなことを言われることがあるんですけども、ちょっと証明しますね。ほらいません。誰もいませんよ。ほらどうだ、寂しいだろう。痛々しくて見てらんないだろう。みんなよいしょ。いやいいですね。あ、桜島が見える。すごいすごい。昨日行った桜島すごいですね。こうやって見るとまあね、海を隔ててはいるんですけども、あの建物でね海が隠れて、その街中にめちゃくちゃすごい山があるみたいに見える。かっこいい。すげえな。多分ですけどドリプラのより高いですね。これはちょっと何メートルとか調べてないんですけど。怖いよ。ちょっと待って、めっちゃ怖い。今になって怖くなってきた。ちょっとね軽く高所恐怖症の毛がございまして、で実はあのシースルーの観覧車もあるみたいなんですけども、数が限られてて10分ぐらい待つことになりますよみたいに言われたんでお断りしたんですけども、すぐ乗れたとしても多分断ってたと思うんですよ。ちょっと動画的に美味しいとかそういう次元じゃない発狂の仕方をしてしまうかもしれないんで、なんだったらもう失禁するぐらいの勢いになってしまうかもしれないんでやめておきました。シースルーは、シースルーじゃなくても怖えよこれ。なんで乗ったんだろう。いやちょっとねドリプラーの観覧車の高さがギリだな。ちょっとこれはねリベロの許容範囲を超えております。ちょっと今逆に喋って気を紛らわせてる感じです。ちょっと怖がっている間にてっぺんは超えたかな。リベロは画面を見てれば多分怖くないです。ショックで見ちゃうと、めっちゃ無意識で捕まってたんだけど俺、これ怖い。暑いのももちろんあるんですけど、一番変な汗をかいてきた気がする。全国の一人観覧車愛好家の皆さん、もしリベロに乗ってほしい観覧車とかがあったら、あのコメントでお寄せください。ようやく終わりが見えてまいりました。ああよかった、生きて帰ってこれた。はい、では観覧車に乗ってまいりました。これからどうしようかなと思ったんですけども、さっき観覧車のクーポン見た時に水族館のクーポンを見つけてしまいまして、水族館昨日あの桜島に行くフェリー乗り場のすぐ近くにあったんで、今からそこに行ってみたいと思います。でその模様はまた川口プロデュースのチャンネルの方で流そうと思いますので、よろしければご覧ください。ではまた市電に乗って行ってまいります。
から市電でスタジアムに向かおうかと思ったんですけど、浮車場っていう駅から歩いて17分ぐらいで白波スタジアムに行けるらしいんですけど、それよりは鹿児島中央駅まで戻ってそこからバスで行くと徒歩1分のところで降りれるらしいんで、そっちで行こうかな。で、鹿児島中央駅で飯でも食おうかな。なんかちょうどお昼時なんで、よし、そうします。いや、ちょっと飯を食ってから予定外に酔っ払ってしまいましたけども、スタジアムに向かいたいと思います。この辺かな、白波スタジアム行きのバスが出てるみたいなんで、ちょうど来たところか。ございます。よかった合ってたバス間違えたかと思った。完全にオレンジの人についていくというそしてみんな地に行き始めましたね前の人を信じてみますかねすごい、ビジター側の入り口近くにボルダリング会場があるって聞いたんですけど、本当でしたボルダリングとパペパル、行くぞ J1 に登るぞとそう、こちらの白波スタジアム、全国のスタジアムでも珍しいと思うんですけども、事前決済のサイトがあって、ラクラクユナマルシェっていう、実はあの事前に注文させていただきました。それが確かこのお惣菜のお店上野屋さんのアゴ肉焼きと、こちら豚のアゴ肉なのかな、あ違った、豚のこめかみか、へえ、アゴ肉なのにこめかみと、種子島キッチンカーサンゴ礁さんのトビウオメンチバーガー、こちら2つを事前決済させていただきました。キャッシュレスのスタジアムはいっぱいあるんですけども、事前決済っていうのはなかなか聞かないなと思って、面白いなと思ってやらせていただきました。後で取りに行きます。時間をね指定したりいろいろあります。サイト見てみてください。到着いたしました、初めての白波スタジアム。せっかくなんでね、一周してこようと思います。何の前触れもなく着替えちゃってるんですけど、今日こちらJALが胸に輝くこちらの白ユニフォームできました。やっぱりホームで2連勝してアウェーでもね頑張ってほしいんで、アウェーのユニフォームを着てまいりました。願掛けでございます。まあね、願掛けなんかしなくてもエスパルスはやってくれると思いますんで、今15時半、3時半ぐらいなんですけども、すでににぎわってますね。かなりあちらの奥、ちょっとピントが合わないかな、ノンカタゾーンって書いてあります。こちらであの噂の100円の焼酎を売ってるみたいです。早速行ってきます。水割りだけなんだ、なるほどね、それで100円。いやでも十分でございます、ありがとうございます、ありがたいよ本当に。水が150円で焼酎が100円。これなんか一人何杯とかいう制限とかは特にないです、はい、ありがとうございます。じゃあまた後で来ます。すごい並んでる人たちがみんな笑顔ですねああこんにちはノンカタゾーン、ノンカタゾーン、さっきビジターの方にもあったけど、あっちでも売ってんのかな。まあとりあえずこれ飲んでから考えましょう。すごい、今鹿児島のサポさんから急にこれをいただいて、すごい毎試合やってるんですかね。やってるでしょうね。感激したよ。すごい手間ですよね、だって、うん、いくつぐらい配ってるのか分かんないですけど、まあ、いいサポーターが多いね、フレンドリーな人たち。確かに、うん、九州の人みんなあったかいですよね。あったかいね、フレンドリーでいいね、はい、これ素手で大丈夫ですかね。いいよ、はい、いただきます。はい、食べて。ありがとうございます。こちらうなぎの入った うなち春巻き、エスパルスクラブパートナーの堀池エンジニアリング社長、堀池社長になんとご質問になります。ありがとうございます。すごい、堀池社長、あの後かば焼きまでいただいてしまいました。本当にありがとうございます。美味しくいただきます。うなち春巻き、うめえ。すかさず焼酎、あーこれ100円、マジっすか。鹿児島の人たちいつもこんな飲んでんだ、すげえな。そしてかば焼き、え、マジでめちゃくちゃうまい。アイスターでもうなぎ屋松本さんのかば焼きありますけども、それとはまた違った味付けで、ちょっと甘いのかな、うまい。試合前に幸せになっちゃうよ、本当にうまい。うーん、本当にありがとうございます。あー、このまま試合結果も幸せなものであってほしい。
そうだ、忘れてた、俺一周してたんだった焼酎に夢中で忘れてました。いつもの容疑者トラックです。ありがとうございます。竹内さん、佐藤さん、ありがとうございます。いないかな。あ、もういないですね。ちょっとトラックだけでも撮っとこう。本当、竹内さん、佐藤さんのね、この九州の特に南の方、鹿児島までこれで来るんだもん、すごいっすよマジで。毎回でそんな中疲れてるだろうに僕らにも優しく話しかけてくださる、本当に本当に嬉しいです。ありがとうございます。これからも共に頑張ってまいりましょう。ワンファミリーで絶対昇格しましょう。もう間もなく入ってきたところら辺になるかな。やっぱりスタグルはあれですね、メインのあたりにまとまってる感じですね。あ、でもね、あのビジター側にもね、さっきのなんだっけ、もんだくれゾーンみたいな、なんだっけ、名前忘れちゃった。あそこにちょっと見えるんで行ってみます。そうだそうだ、ノンカタゾーンだ。じゃあちょっとこれを飲み干してもう一杯行きたいと思います。よし、一杯目カインと。いや、一周する間に薩摩島美人、島美人って読むんですね、あれ薩摩島美人だと思ってました、すいません。島美人を2杯目行っております。試合終了までにあと何杯いけるか。アイスタでも多くても2杯ぐらいしかいつも飲まないんで、昼飯の時に飲んだの入れたらもう 4杯とか。いやー、ちょっとこれは危険なスタジアムですね骨抜きにされる。なんかもうスタジアムというかもう居酒屋です。はい、今、再入場口からこちらの再入場券をもらって出てきました。でもう間もなくね、あの事前決済したスタグルが出来上がる時間になりますので行ってみたいと思います。じゃあまず一つ目、お惣菜のお店上野屋さんのあご肉焼き、あちらの方にねユナマルシェ受け取り口というのがあるのでそちら行ってみたいと思います。すいません、ユナマルシェで注文したんですけど、こちらで大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。本当に通常のお会計の列とは別に並べて買いました。並べてっていうかむしろ並んでないです。はい、でもう一つがこちらですね、種子島キッチンカーサンゴ礁さんのトビウオメンチバーガー。すいません、ユナマルシェで申し込んだんですけども、どちらから。あ、こちらで。はい、あ、ありがとうございます。いや、また並ばずに買いました。いいですね、事前決済。他のスタジアムとかでも取り入れたらいいと思うんだけど、なかなか見ないですよね。他にあるかな。あったら教えてください、コメントで。よし、じゃあね、あのつまみは買えたんで、また焼酎、100円の焼酎いただきたいと思います。ありがとうございます。あ、見えないやろさっきも来たんですよ、ここ。あ、そしたら誰もいないなと思って。あ、お疲れ様です。ありがとうございます。いつもありがとうございます。え、だって今シーズン一番遠いですよね。メインディッシュメインディッシュ。じゃあもうここを越えたらあとはまあまあまあ、もうあと近場だけなんで、はい本日3杯目の焼酎を買おうとしております。はい、では買ってまいりました、トビウオメンチバーガーと黒豚のあご肉いただいていきたいと思います。あご肉の方いただきます。じゃあ贅沢にいっぱいいただきます。うめえ、歯ごたえもいいし、めちゃくちゃうまい味付けが。うん、あ、これは酒進みますわ。あ、ちなみにこれ3杯目でございますいやー、100円で買えんだもんな。買っちゃうよこれは。アウェーサポーターをもうベロベロに酔わせて油断させるっていう作戦ですね、これはもう。鹿児島さんのやりおるわー。いや、鹿児島来てから飲み物も食べ物も全部うまいですね、マジで。歯ごたえがたまんない。じゃあトビウオのバーガーの方もいただいていきましょう。ちょっと今回動画長くなっちゃいそうだな。はい、こちらトビウオメンチバーガーでございます。トビウオ多分食ったことないんだよな俺。九州の方では普通なんですかね。見た目はね、もちろん普通のメンチなんですけども、ちょっといただいてみます。いただきます。
めっちゃジューシー、中がちょっと食いかけ失礼します。めっちゃジュワーって旨味が溢れ出してきます。うめえ、うまいわこれ、おすすめです。ちょっと見えづらいと思うんですけども、メンチっていうかつみれみたいな感じですね。つみれをフライにしたみたいな、そんな感じです。いやでもめっちゃうまい、食い応えもあるし、買ってよかった。事前決済のユナマルシェ、おすすめです。ぜひこれからの白波スタジアム来る予定の方はご利用なさってください。おすすめです。いや結構ね、昨日あの鹿児島に着いてから飲み食いしてるんですけども、いくら飲み食いしても足りないぐらい、堀池社長にうなぎとかご馳走になって、ちょっともしかしたらお腹きついかなとか心配してたんですけども、密かに全然いけます。いやひとまず食べ物の方食い終わりました。ごちそうさまでした。であとはこの焼酎を飲み干して、あと鹿児島さんも飲み干してやろうと、ホームの勢いそのままに鹿児島徳島とアウェー連戦倒していきましょう。本日もよろしくお願いいたします。イエーイ、皆さん、大きく揺れた本当にも本当に本当にすいませんでした。ユナイク、すごい燃えるようなオレンジです。空がもう今日鹿児島デーと言っていいんじゃないでしょうか。買って帰りましょう。ここへの示すの時間
頑張ったぞ。ユナイテッド今強かったぞ。強かった。頑張れ今。今の頑張れ。リベロチャンネル。お疲れ様です。今。試合が終わったところです。いやー、なんとか勝ってアジズやってくれましたよ。いやでもその前のね PK もらったジラの
活躍、そしてまたねクリーンシートに抑えたディフェンス陣、ジェラも含めてですけど本当によくやってくれました。ですね、今の鹿児島サポさんと会ってきて、ぜひ会いたいという、あーどうもお疲れ様です。あーのむちゃん、今鹿児島サポさんと会ってきて、お気をつけて。アジーズアジーズアジーズ、白波スタジアム名残惜しいんですけども、またね J1 で来れるようにお待ちしておりますと言えるように、我々もまだまだね何も決まってないんで油断できないんで、頑張りたいと思います。あ、走ったし、あの試合中めっちゃ暑かった、汗だらったらでも飲んだ焼酎が全部出ました。もう冷めてますよ今。いやでね、今あの車で鹿児島中央駅まで送ってくださるという方がいらしたんで、ちょっとお言葉に甘えようかなと思って、そこからねカジキの、あの今日の宿に向かいたいと思います。宿に着いたら落ち着いてもう一回、の感想とか言おうと思いますんで、それでは後ほど。やば、今鹿児島中央駅なんですけど、花火の影響かすごい人です。帰れないかと思った。いやでもなんとかよかった。なんか臨時の列車が出てるみたいで、それも目的の駅に着くそうなんで、駅員さんに聞いたら助かりました。いやちょっとすごいとこで降りてしまいましたね。いやでもここに宿があるはずなんで、すごいなんか辺りが真っ暗なんですけど、大丈夫か、コンビニとかあるかな。すごいめっちゃレトロな駅でございます、 JR 鹿児島駅。マジで真っ暗だ。 Google マップさん、この道を行けとおっしゃってますね。街灯が少ねえ。いやでも俺は Google さんを信じるよ。だってもう切れてる街灯とかあるもん。やめてよ、徒歩8分ぐらいでホテルに着くはずなので、 Google さんを信じて行ってみたいと思います。こちらの踏切を渡って、あとはまっすぐのはずです。コンビニコンビニあるか、今んとこ雰囲気的にはなさそうです。月明かりが僕の寂しい心を照らしてくれております。あー隠れちゃった。あーグッドインカジキさん、こちらが本日のお宿でございます。すごい、1階がジョイフルっていうファミレスみたいな。あでも24時で閉まっちゃうのか。まあまあまあ、あ奥の方にファミマがあります。とりあえずチェックインを済ませてから行こう。よし、改めてお疲れ様でした。おめえが一番疲れてるじゃねえかよって言われちゃいそうですけどいや、僕の疲労なんて大したことないです、ね、今日大旗を振らせていただきましたけども、本当にありがとうございました。いつも振ってらっしゃる皆さんは試合中ずっとあれを持っているわけで、本当に過酷な仕事役割だと思います。本当にいつもありがとうございます。お疲れ様です。試合の感想の方は多分白波スタジアムの方で言ったと思うんですけども、これであと残り10試合ですか、昇格争いのライバルの横浜 FC さんと長崎さんがどちらも今日勝利したということで、絶対に負けられない中、本当にね苦戦したんですけども、鹿児島ユナイテッド FC さん本当に強かったです。前回ね 4-0 でうちがアイスタで勝った時は比べ物にならないほど強かったです。でそんな中でも粘り強くじれずにうちが戦えたってことが大きいと思うんで、ね、ゼロに抑えて戦えたっていうのが本当にこれからの糧になってくると思いますんで、ホームは今のところまだ無敗で来れていますけども、アウェーはね、またこういった苦戦が
強いられるんじゃないかとも思うので、そういった時にこういった粘り強い戦いができるっていう成功体験ができたのが一番大きいかなと思います。 PK でしたけども、それだけねうちが攻めれていた証拠だと思うので、これからもねホームもアウェーもしたたかに戦って勝ち点3を積み上げていってくれたらと思います。で、あとね、X とかですごいリプでいただいたんですけども、ダゾーンに抜かれてたよっていう、多分最後に鹿児島の井林選手と藤本選手が挨拶に来てくれた時だと思うんですけども、このね井林軍団のタオル本当持ってってよかったです。今ねここにいる白崎選手、菊池選手、ディサロ選手、そして井林選手、誰もエスパルスにいないんですけども、対戦相手にもかかわらずこういった交流ができるっていうのは J リーグのいいところだと僕は勝手に思っているので、これからもそういう J リーグであってほしいなと思うとともに、本当にね今日挨拶に来てくれた藤本選手、そして井林選手、ありがとうございました。対戦ありがとうございました。鹿児島サポーターの皆さんも本当に温かい方ばっかりで、お声かけてくださる方もいらっしゃいましたし、お土産もねくださったりとか、本当にありがとうございます。あとはね、アジズ、アジズ、アジズ、本当にアジズの今シーズンの3得点の中で一番嬉しかったですね。やっぱ決勝点っていうのもあるんですけども、本当にあの PK 緊張したな。去年のプレーオフのベルディ戦のサンタナ選手の PK ぐらい緊張しました、マジで。そんな中でもね、アジズ選手冷静に決めてくれたんで、ハイライトかなんかで見たんですけども、多分キーパーの逆をついてましたよね。残り試合少ないですけども、これからももう毎試合点を取るぐらいのつもりでアジズ選手期待しておりますんで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。といったところで、ただいま24日の23時半になります。この後ねちょっとコンビニに行って、なんか食べ物とちょっとねお酒を買ってきて、でお風呂に入って、でそれから、お酒飲んでちょっとおつまみとかも食べたりしながら編集に取り掛かろうと思います。本当にね今回鹿児島が楽しすぎてちょっと盛りだくさんになってしまったんで、もしかしたら作るのが遅くなってしまっているかもしれませんけども、その時はごめんなさい。無理しない程度に編集して、またこの動画皆さんにお届けできたらと思いますので、どうぞその時は見てやってください。よろしくお願いいたします。では多分この後明日東京に帰ってからのシーンも動画に差し込むと思うので、最後までこの後もご覧いただけたら嬉しいです。ではひとまずおやすみ。おはようございます。鹿児島3日目の朝でございます。今グッドインカジキさんをチェックアウトして、空港まで出ているバスのバス停がすぐ近くにあるんで、そこに向かっております。向かってるって言ってももう本当にすぐそこに見えてるんですけど、こちらですね、南国交通さんの農協前というバス停になります。ここから多分7時50分ぐらいに、鹿児島空港行きのバスが出る予定です。それに乗って帰ります。というわけで無事拠点の東京に戻ってまいりました。成田空港からバスで来たんですけども、飛行機が成田着いた時にはちょっと土砂降りの雨だったんですけども、途中の高速で走ってる時から晴れ始めまして、もう東京はこの通り快晴でございます。そうして清水サポー鹿児島遠征、本当に楽しい旅でした。もちろんね結果が伴ったっていうのもあるんですけども、もしそれを差し引いても思い出に残る土地、思い出に残る方々、思い出に残る遠征だったなと思います。絶対にまた行きたいです。鹿児島本当に食べ物飲み物美味しかったし、我々清水も J1 でお待ちしていますと言えるように昇格に向けて頑張っていきますので、鹿児島サポーターの皆さんも J2 残留に向けて
精一杯選手たちの後押しをよろしくお願いいたします。そんなところで今回のリベロチャンネル、これで最後になります。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。もしちょっとでもいいなと思ってくださったら、高評価ボタンとチャンネル登録ポチッとよろしくお願いいたします。タサポさんも大歓迎です。次がですね、アウェーの徳島なんですけども、私リベロ行きますとだけ言っておきます。またね、この東京駅から出発になるんですけども、いつものあれで向かうのか、それとも飛行機で向かうのか、はたまた別の移動手段なのか、それは次の動画を見てのお楽しみということで、ではまた次の動画でお会いいたしましょう。リベロチャンネル、リベロがお送りいたしました。よし、帰って編集します。背番号16ミッドフィルダー、あなたのハートにペネトレイト。